おお、ランラン熱いね。ここだけの話、すっごい気合入ってるんだよ。昨日も一番最後までレッスンしてたしね。もちろん僕だって気合十分っていうか、ランランに負けないくらいハートがあちちに燃えちゃってるよ。去年みたいなライブが今年もできるなんて夢みたいだよね。一回一回のライブはいつでも全力だけど、だからこそいつだって過去を超えていきたい。来てくれた人たちが今この瞬間が一番最高だって思ってくれるようなライブにしたいんだ。さて、次のリハーサルは僕の番。カルテットナイトで一番お兄さんな分、僕もいいとこ見せないとね。パーティーへいらっしゃい。少し照明を上げてもらおうかな。うん、みんなの顔がよく見える。今日の僕は君だけの王子様。どんな望みもどんな願いも叶えてあげるよ。そう、夢みたいに素敵な歌声も、ちょっと刺激的なキスも、なんだってお望みのままに。マイガールと一緒だったらきっと最高な場所に行けると思うんだ。僕についてきてくれる？ありがとう。それじゃ次の曲行くよ。僕の気持ちを全部込めるから聴いて。楽しいね。こうしてみんなに僕の歌を聴いてもらう瞬間が最高に好き。本当はまだまだ僕だけのお姫様でいてほしいんだけど、袖から怖いオーラが漂ってきてるんだよね。誰が怖いって？てめえがなかなか俺を呼ばないからだろ。またしたな。レイジみたいに甘いばっかりじゃ物足りねえやつも多いんじゃねえか。そんなことないもんね、お姫様。甘さもほろ苦さも僕が教えてあげる。だからずっと僕を見ていてね。うーん。